はい、アナバンです。僕は航空管制官エアポートヒーロー羽田オールスターズを遊んできます。では本日はですね、このステージ3をやっていきたいと思います。でステージ情報としては、初管制早朝の羽田空港というところで初めての管制に挑戦しよう、航空機への指示をし忘れないようストリップに注目しようというところで、ボーナスチャレンジとしては JAL の038を滑走路22へ着陸達成というところですね。ではやっていきましょう。はじめは出発便 JAL045 が1機あるという状況からスタートですね。では出発承認ですね。はい、到着便1機追加になりましたね。JAL の038、こちらがボーナスチャレンジで、対象になっている機器ですね。では先に出発便の JAL045 を、指示しましょう。で、ボーナスチャレンジ JAL038 が22なので、16ランウェイ使いましょうか。16R ランウェイですね。で、タクシールート A で行きましょう。で、JAL038 は、滑走路22ですね。はい。あ、そういうこと？ちょっと一旦見ますね。あー、そういうことか。これまで第1ターミナル、第2ターミナル。なので、マップで言うと真ん中が第1ターミナルで、東側になるんですかね。が第2ターミナル。西側が第3ターミナルになってましたけど、さっきはなんか国際線ターミナルみたいなこと書いてましたね。あー、そういう表記になり始めたのか。なるほど。はい。で、出発便、JAL509 が追加になりましたね。こちらが第1ターミナルから出発ですね。で、見てなかったんですけど、JAL038 は、南から来てますね。南から来て、滑走路22へ着陸予定というところですね。はい。では、JAL045 のタクシー許可出しましょう。お、ちょっと見づらいですけど、あなんか動き始めると手振り始めるのか。なるほど。はい、次 JAL509 出発承認ですね。はい。でこちらも第一ターミナル、この真ん中のところから出発して、まあ一番近い滑走路ってなると 16R ランウェイなので、まあ大丈夫でしょう。はい、JAL509 の、指示が出ましたね。16R ランウェイでいいでしょう。で、タクシールート A ですね。で、このタイミングで JAL045 についてはタワーハンドオフと。でもすぐ、あれですね。離陸許可なるでしょうね。はい、離陸許可出しましょう。あ、これで見ると JAL かなりありますね。あ、飛行機 JAL ばっかかな。こうなんか実績会場。あ、こちら側は穴がいっぱいあるんだ。へえ。そしては JAL の、045ですね、これで離陸しましたと。で、JAL509 はタクシー許可ですね。まあ、初めのステージだからあれですかね、3機の操作で終わりかな。で、到着便の JAL038 についてはまだまだ。あ、けどタワーハンドオフだからもう少しか。
い、JAL038 は、着陸許可ですね。はい。お、スカイツリーと JAL ですね。あれ、雲のグラフィックもこんな感じだったっけな。でもちょっとところどころ変わってそうですね、グラフィックは。なんか気がついたら2機追加になってましたね。出発便 JAL257、こちらも、第一ターミナルから出発。あとは到着便 ANA244 ですね。はい。ああ、そうか。ANA じゃなくて ANA の方がいいのか。ANA244 は南から来ていて、第2ターミナルとかじゃないんで、第2旅客ターミナルっていう書き方になってるのか。こちら 34R ランウェイでいいでしょう。はい。JAL509 は離陸許可と。はい。で、もう少しで、JAL038 が到着ですね。でもこう見ると飛行機も、やっぱ綺麗になってますね、このグラフィックが。うん。よし、では着陸ですね。はい。で、ここでチャレンジ達成と。で、JAL257 出発承認に出しましょう。はい。で、JAL038 が、到着しました。で、B4 グラウンド A にして、で、このタイミングで JAL509 は出発ですね。はい。ここで離陸完了と。で、JAL038 どこに停めましょうなんですけど、まあ一番近いところでいいでしょう。スポット147にタクシールート A で行きましょう。はい。はい。で、JAL257、第一ターミナルなので、16R ランウェイ、タクシールート A で行きましょう。はい。で、JAL509 はディパーチャーハンドオフと。で、JAL038 到着便についてはもう少しで、ターミナルに到着するので、まあ、こちらも問題なさそうですね。なので、あとは、出発便の JAL257。こちらですね。で、ここが、タキシング許可の指示をして、あとは ANA244 を、到着させれば OK なんで、まあ増速させますか。うん。はい。では ANA244 はタワーハンドオフ。まあ別の滑走路ですけど、まあ方角が同じなので、まあこの ANA とぶつからないか。まあ、こういったケースでぶつかった試しがないんで大丈夫だとは思いますけどね。ここで JAL257 を離陸許可。はい。ちょっと念のため。あ。もう滑走路、この 16R のラインを越えて、まあ、16L の方の滑走路の方に向かってるんで大丈夫そうっすね。ちょこっと見えるやつですね。で、ANA244 は、着陸許可と。なんかちょっと音がなんかバリバリしますね、これ。なんだろう。ちょっと次回あれっすね。音量調整とかしてみて、直ってくれればいいっすけどね。なんかアナウンススタートするとちょっと音がバリバリしますね。で、言ってる合間に JAL257 が、離陸と。で、ANA244 もこうで、着陸ですね。はい、ANA244 到着しました。C10 グラウンドへ。
はい。で、まあ、一番近いスポットに入れるでいいでしょう。はい。というところで、55スポットですね。はい。タクシールート A ですね。はい。これで出発便の指示はもうこれで終わりかな。で、ANA ももう、到着便についてはもう大丈夫そうっすね。ここに到着と。あ。もうこれ人が待ってくれてるんだ。よし、ここで到着ですね。ああ、この車の数とか、荷物運ぶ、こういった、あれ？乗り物とかもなんか、オールスターズになって追加になってますよね、これね。やばい、ちょっと細かいところが追加になってるな。残り1分でこれ？どういうこと？はい、の番です。というところでやっていきましょう。ちょっと先にあれだな。音量設定できるか。ちょっとあれですね。アナウンスの音量をちょっとだけ、ちょっと下げてみました。けれども、あれ？ステージ3、悲しい出来事ですけど、ニューになってますね。あれ？ああ、けどなんかやっぱちょっと音飛んでますね、たまに。あれ？あれ？ああチェックポイントってやつだから、オートセーブじゃないんだ、これ。はい、というところで残り1分で、エラーになってしまったので、もう、ステージ3のクリア画面まで飛ばしたいと思います。はい、では戻ってきました。ちょっとあれっすね。システムエラーになったのも、視点切り替えをちょっと間違ってやったとか、拡大とか縮小とかやってしまった可能性で、まあ、そういった関係でちょっとエラーになったかもしれないんで、もうちょっとこのまんま放置しましょう。まだこれ短いステージなので、あれですけど、2時間コースで残り1分でシステムエラーになったら、心折れますね、これね。よし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 。はい、というところで、ステージ3はクリアですね。はい、というところで、初めてのステージでシステムエラーになりましたけれども、この後どうなるかですね。そういうところも見ていきましょう。ちょっと心折れるかもしれないですけど。はい。というところで今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。